皆さんお疲れ様です。今回ねちょっと遠くにね、まあ 4,50 分走ると釣り具屋さんがあるんですけど、そこで、直してもらってきました。一応これもねシマノなんですけど、 2m70 ある竿で2の、270っていう硬さなんですけどね、これ昔買ったんでしょうけど、ホリデーって書いてます一応。でこれなんですが、おほらほら直ってる、ほらまあ短くなってるね、この分ね、短くなってるんじゃないかな多分この分が、うん、まあ直してもらった。350円とか言ってましたね全部で、確かそんなもんで直りましたよ。でもう一本のね竿でしたね、いいやつ、ソアレ BB ですかね、あれはもう部品取って綺麗に直してもらうことにしました今回は。でポイントで買うのもねいいんだけど、まあちょっと初めてなんでどんなもんかね、してもらいました。また後で動画直ってきたら撮るとは思うんですけど、記録でね9000円ぐらいかかるって言ってました。で修理をねなんかこう2本立てっていうの、だからその商品だけ持ってきたら送ってもらって、やっぱりこう噛み合わせがね合うとか合わないとかあるみたいで、じゃなかったら2週間ぐらいで終わるって言ってました。で噛み合わせをその島野さん自体にもう全部送ってこう綺麗にしてもらいたかったら、なんていうの3週間ぐらいは見てくれと言われましたね。で細いやっぱアジングロッドなんで折れると大変やねこれすごい分かったけど、ああってもうちょっと言葉なかったんだけど、どうしようって迷ったんですが直してもらうことに、しました。まあそれでもいいかなと今は思ってます。でまあね、あ取れた、あらまあ簡単だ、簡単に空力分、いやこんなことあるんだ、けーびっくり、取れたよ今びっくり、治ってないじゃん、あら大きさわかんねえよこれ、これどんな、これすごい動画になったね、治ったと思ったら治ってねえよ、ああ地獄。まあ自分でここは直すか、この切ってもらってるから綺麗に、ああボンドで止めたつもりなんやろね先っぽをね、まあなんとか、やっていきたいなと思います。ありがとうございました。ちょっと後で、ね、修理します。皆さんお疲れ様です。前回ね撮影中だったかどうか、もう350円で直した分がねすぐ取れました。で修理にねそこの釣り具屋さんに行きたいんだけど、もうすでにちょっと40分ぐらい信号なしでかかるんで遠いんですよね。それでちょっともう無理なんで、自分でね直していきたいと思います。久々ちょっとメガネでねつけてますけど、それをちょっとこれでやってみようか、直してみようかと思います。大丈夫かな、ちょっとこれもねやったことないんですよ、素人でもできるのかっていう動画になってしまいますけど、部品取ってたんで、肝心なのがなんかその釣り具屋さんがね今この先のこの小さいやつね、在庫がないらしいんですよ。で
どうやるんだろうかね。微妙にこれが来て、これが来て、これが来てかな。なんか全部一緒に見えるけど、微妙にこれが来て、これが来て、これが来て、これが最後かな。で、こうかな。こうかな。ちょっとアップできるかな。こうなんだよな。分かった人がおったらコメント欲しいな。こうなんだよな。こうかな。これでいいかな。こんなんで。あ、だんだん細くなった。これ逆だ。穴が違う。こっちを見てた。こっちの穴の大きさ。こっちだ。ああ、そうだそうだ。こっちからだ。そしたらこっちが先だ。ね。で、多分これでこう来て、これが来て、こうだよな。ちょっと元に戻そうか。これが来て。古い竿だよね、これ。まあ、治ればラッキーだよ。うん、これが、この下の方が、こっちが出てる方が、こっちだね。と思うんだけどな。こうだろ？ん？で、これが来るんだろうな。これが来て、そしてこれが来て、こうだね。うん。そしてこの先っぽ肝心のやつ入るかな。取れるわ。うん。だからこれでやってみよう。昔ね、誰かアロンアルファで直してるのを見たことあったんで準備してるんですけど、久々買ったからさ、これでいいかどうかわかんないっていう。ここだここだ。これなくしたら大変だ。いや、今時こんなや。すげえな。ん？あ、穴開いてる。で、昔これで。え？本当はこれでまた紐で下がいっちゃうね。でも触らん方がいいと思う。治ったかな。お、大丈夫かな。もう古い竿ですからね。
それで OK だと思うんですけどね。治ったかな。大丈夫と思うけど、これ引こう。うん、大丈夫と思う。ちょっとこっちつけとこうか。もう一個この辺ね。ちょっとつけとこうか。乾かしとこうかしばらくね。ちょっとしばらく乾かしとこう。結構乾かしとこう。これで OK で、これを、あ、これで止めるんだ。おお、今時ちゃんと蓋がついてるんだね。わ、ついた。で、こいつをこれで閉めるんだ。おお、すごいすごい。こちらですね。これで、まあ、ああ、動かん動かん、完成完成。まあ、以上でなんとか、またね、2m70 ですかね。いつ買ったんだろうね、これね。メイドインインドネシアって書いてある。メイドインインドネシア。シマノ。ですね。2m70。結構長いんですね。これね。まだまだ使えそうなんで、頑張って。これ、やっぱり、釣り道具の中に1個は入れといた方がいいかなと思いますね。こういうのもね、ちょっとね。うん。ありがとうございました。